世界ジュニアフィギュアスケート選手権は国際スケート連盟が主管轄で行うジュニア世代のフィギュアスケートの大会としては最大の大会である。1975から1976年シーズンの1976年3月に第1回の国際スケート連盟ジュニアフィギュアスケート選手権が行われた。 1977から1978年シーズンから世界ジュニアフィギュアスケート選手権と名称を改めた。本大会はジュニアクラスの選手権であり、出場資格に年齢上限がある。ペアとアイスダンスの男子選手は13歳から21歳まで、その他の選手は13歳から19歳まで出場できる。 シニアクラスの世界選手権とオリンピックは15歳以上が年齢条件であり、本大会に参加する選手が同じシーズンの世界選手権やオリンピックに出場することは可能である。なお、もう一つのジュニアクラス主要国際競技会である ISU ジュニアグランプリは ISU グランプリシリーズと掛け持ち出場はできない。開催時期は、 1998から1999年シーズンまでは11月および12月頃に開催されたり、2月から3月頃に開催されたりしてきたが、1999から2000年シーズン以降は、毎年3月頃に開催されている。このため大会名に使われる成歴と実際に行われた暦上の成歴が一致しない大会が複数存在し、 実際は1998年11月に、クロアチアのザグレブで開催された1999年、世界ジュニアフィギュアスケート選手権のように、年明けの成歴を付加した、大会名を正式名称として統一している。なお、1983年12月に、札幌市で開催された1984年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権は、 1983年 NHK 杯を兼ねて行われた。各国の出場枠は前年の世界ジュニアフィギュアスケート選手権での順位ポイントによって決定され、ポイントは以下のように定められている。このポイントをもとに各国のその年の出場枠の数により以下に示す基準で次の年の出場枠を決定する。なお、出場枠は 最大3人までに限られており、前年の世界ジュニアフィギュアスケート選手権に参加しなかった場合でも、各国最低1人の出場枠は確保されている。2019年の結果により2020年に行われる世界ジュニアフィギュアスケート選手権で複数の出場枠が与えられる国は以下の通り、国際スケート連盟シングルペアアイスダンス規定及び 技術規則2008規則378ありがとうございます。